どの任務を引き受ける？またいつでも来い。いいものが揃っているよ。また来てくれよ。いいものが揃っている。また来てくれよ。いらっしゃい。また来てちょうだい。最後に勝利するのは休息も兵士の仕事だ。やれやれ。お。やれやれ。今日の訓練は大変だったね。油断していたら
本当に死んでたかもしれない。ああ、かなり危険な訓練だったな。お前は大丈夫か？そうだよな、ようやく目標への一歩を踏み出したんだ。こんなところでへこたれちゃいらんね。これからはもっと危険な訓練も増えてくるかもしれねえが、俺は諦めねえ。早く一人前の兵士になって必ず。エレン、待って。訓練に対して意気込むのはいい、だけど本当に危ない時は私を頼ってほしい。うるせえなミカさん、いつまでも子供扱いしてんじゃねえ。ごめんなさい、けどエレンは熱くなると周りが見えなくなる。昔からいつも心配だから。俺はお前の弟でも子供でもねえって。まあ二人とも落ち着いてよ。ほらミカさん、一緒に寮に戻ろうね。なんだよ、まあ確かに付き合いは長いけどよ、あのやりとりをどう見たら仲がいいと思うんだ。とりあえず俺たちも戻るとするか。明日も早いし、さっさと休もうぜ。生きて帰って初めて一人。わけで巨人捕獲作戦を成功させるためにエレンの力を使わせてほしいんだよ。却下する。エレンはまだ巨人化能力を完全には掌握できていない。それは分かってるけど、巨人の捕獲だって大事なことだろう。巨人の正体を探ることは調査兵団本来の目的なんだからさ。黙って従え、クソメガネ。エレンの扱いを決めるのはエルヴィンだろうが。どうしてもダメなの？ああ、この作戦に参加できないなんてかわいそうなエレン。分隊長、彼もまだ参加したいとは言っていません。それにしたってこの作戦で使える人数が少な。あ、じゃあ代わりにこの子を貸してくれる？それはいいよね。私から強制はできない、本人次第だな。巨人の捕獲は成功例の少ない極めて難しい任務なんだ。辞退するなら今のうちだが、どうする？そうこなくちゃね。さすが私の見込んだ子だ。分隊長、いくらなんでも新兵には無茶では。本人にやる気があるなら止める理由はない。許可しよう。
ただし無理に前線には出るな。よし、じゃあ早速準備にかかろう。忙しくなってきた。やっほーい。お前、あいつに付き合ってると早死にするぞ。リヴァイ、お前はエレン以外の4人を率いて作戦のサポートに回ってくれ。お前も新兵を早死にさせたくはないだろう。ち、了解だ。さあ、捕獲作戦開始だ。まずは邪魔な子が入ってこないようにしとかないとね。特定の地点に物見の拠点を設営しておけば巨人の接近を素早く察知できるはずだよ。あんなの余裕じゃん。君は我々と一緒に行動してくれ。離れると危険だからな。さあ、一緒に可愛い子を捕まえよう。頼んだ。分かった。拠点の設営予定地点に巨人がいますが。あの子か。ちょっと違うかな。あ、討伐していいよ。マジだ。どうだ。任せておけ。完了しました。分隊長、残りの設営予定地点は3カ所です。あれは救援要請、急行します。捕獲対象じゃないよな。倒せ。この作戦はかなり無茶だと思うんですが。君たちならできるって。精鋭中の精鋭なんだからさ。はっ、頼んだ。行ってやろう。
だな。はい、ありがとう。作戦成功までもう少し頑張ろう。はあ、努力はしますが。あれは救援要請、急行します。こっちだ。こいつは倒していいんだよな。オリアやれ、とんだ任務だ。すみません、手を借りられて助かってます。ああ、いいんだ、お前も大変だな。当然さ。助かるぜ。ありがとう。その調子で頼むよ。はい、了解です。縁談の元へ急げ。助けを求めてる。させやがる。リヴァイ、もっとやる気出してよ。人類が勝利するためには大切なことなんだ。拠点の設営ができたぞ。リヴァイ兵長、助かります。軍隊長、残りの設営予定地点は2カ所です。楽しみだな。どんな子がいるかな。ここが拠点さ。ハンジさんは正気じゃねえな。こんな危ねえ作戦を追っ始めるなんてよ。ハンジさん、了解。ハンジさん、やっぱ無理っすよ。巨人を捕まえるなんてできるわけねえっす。無理でもやるんだよ、オルオ。これができなきゃ人類は巨人に勝てないんだから。いいだろ。そっちは片付いたね、オルオ。引き続き頼むよ。もう帰りて。拠点を立てな。完璧だろ。巨人に追い詰められてるみたいだ。
巨人を生け捕りにするなんて。ハンジさん、あの巨人は討伐してもいいんですよね。あの子も欲しいんだけどね。仕方ないか。頼むよ。お願いするよ。お願いされても、違うな。よし、討伐して拠点を設営しちゃおう。こっちだ。討伐完了、拠点を設営します。よしよし、だんだん捕獲できそうな子を絞れてきたよ。軍隊長、興奮しすぎです。設営予定地にいる巨人を排除します。よろしいでしょうか。うん、あの子も排除でいいや。完璧だろ。よし、これで拠点を設営できた。軍隊長、すべての地点で拠点の設営が完了しました。ここからは俺も同行する。お前らだけじゃ頼りねえからな。リヴァイ兵長、お心遣いに感謝します。さあ、部隊は整った。いよいよ捕獲作戦を本格的に開始しよう。捕獲できそうな子はあの子かな。くれぐれも慎重に頼むよ。
高度な拠点さ。先に渡しておいた装備があったはずだ。それを活用して捕獲に挑んでくれ。巨人に狙いを定めろ。その装備を使って捕獲するんだ。あんなの余裕さ。当然さ。状況を見計らって確実に捕獲するんだ。行きましょう。ハンジ、いい加減にしろ。見ちゃいねえな。ほらよ。すいません、リヴァイ兵長、もう少しだけ分隊長にお付き合いください。走りすぎるなよ。いいだろう。